35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別客、オートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをお届けしています。おかげさまでいろいろな方にチャンネル登録いただいております。本当に感謝しております。今年の夏からですね、ビムシムを使いこなすことに的を絞るとして、レビット中心のお話をずっとしてきました。ただし、レビットだけではまだ不完全な場所があります。そういったものは、オートキャドだったり、他のキャドソフトを使いますし、また、3次元から2次元に切り出すという施工の仕方もあります。そういった場合にも、やはり、オートキャドも動かせないと、作業効率が落ちてしまいます。今までですね、たくさんの Q&A に答えてきたので、今度からですね、一問一答の Q&A の動画をお届けしたいかと思っています。また、こういう時にですね、質問の方が多くなっていると感じます。では、練習問題になります。AutoCAD ですね、100分の1の画像の範囲を持って、ファイルに名前を保存しながら作ってみましょう。ですね。1の5で使います、になってるんですが、後で使います。で、画像の名前ですね、建築っぽいんで、通り芯と壁、文字、寸法、図面膜でですね、通り芯のみセンターにし、残りは実線にしましょう。そして、色は基準色としていただいて、作図可能範囲は100分の1としますという練習問題ですね。もし、AutoCAD がある方はちょっとやってみてください。オープンチャットがあります。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でこちらを検索してください。LINE 限定セミナーやイベント情報、お得情報などをいち早くお届けします。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとします。また次回お会いできますことを楽しみとしております。スノータムでした。